人脈が大事だって言われてるんですけどね、人脈が大事だって言われてるんですけど、それが広げられないんですよね。まあ人脈は大事、まあ人生で人脈、人とのつながりは大事っていうのはもうめちゃめちゃ本当にそうだなとは思うんですけど、それがねビジネスになるとね、どうもね、ビジネスで多分この方と付き合ったら得だからとかそういう付き合いができないのと、そういう風に広げていこうっていう気分が起きないんでね、あこの人かっこいいなっていう人にはねどんどん行くんですけどね、この人脈を広げていくっていうのがねどうもできないっすよね。やんなくていいのかな、そこをねすごく迷ってる、やんなくていいのか勝手にできるのか、自分の音を出してればすごい迷うところなんです ね。こちらにはね香港にすごくかっこいい人がいっぱいいるんですよね。そういう人脈とかになんか頼らないというか、まあ、結局人脈ついてるんで多分自分の音を出せばいいんだと思うんですけど、まあ何度もその方とはね、その写真家の方なんてお話を聞いてるんですけど、多分そうなのかなと思うんですけどね、すごくかっこいいんですよ、うん、もうよくわかんない、まあいいや。